今回ね農薬が安全か危険かっていうお話俺の考えね話しするんだけどまあそういう話をする上で農薬が安全危険そういう話をする上では2つの視点が必要になってくるんだけどまあ、1つは消費者もう1つは栽培者、まあ、農業者ね農薬を使う人の立場になって考える必要があるんだけどまずは消費者 の話をすると消費者にとっては農薬の危険性っていうのはほぼないと俺は思います。っていうのも農薬をね使ってる農家さんのところでバイトした時もう虫はいたのね畑に数日たてば虫戻ってくるのさ農薬使っても毒性が消えてその上 <coughs> 収穫前の何日間は農薬使っちゃ駄目ですという決まりがあるのね使っていい農薬もあるらしいのね。 まあそれは弱い薬だから、えいいんだけど、いいらしいんだけど、まあ俺は使いたくないけどね。だけど、で、収穫するじゃん。収穫前の何日間か使わないで収穫をして、大体次の日ぐらいにはね、その日の、収穫した日の午後に、5時ぐらいまでにえ農協の倉庫に入れるのね。で、そっから運んで、だから、おそらく次の日、もしくは未明あたりに着いて、次の日に、 市場で競りにかけられて、それからスーパーに回っていくって流れなんだけど、それだけ期間が空いてる間に農薬っていうのは無毒化するんで、<coughs> 実際に散布しても、えー、数日したら虫が来るぐらい毒性はなくなってるんで、消費者にとっては、えー、農薬の危険性っていうのはほぼ心配することはないんじゃないかなと思います。ねまあ、むしろね、 これれはまた別の話にするけれども、農薬は心配はないけれども肥料の毒性はあるだろうっていうのがあるんだけどもこれはまた別の動画でで一番の問題は農業者ね農業者散布する人空気階でサーってさこうノズルがついてるジャズでサーって巻いたりまたあの端と端で人と人が持ってナイアガラって呼んでるんだけど えー、散布したりするお米なんかでよく見るんだけどあとヘリコプターで飛んで散布したり、えー、トラクターの後ろでなんかノズルをぐーっと伸ばしてこう,こうやってガーってさこっからサーって出てで農薬散布したりするんだけどでそういう時に農業者がね本当はこう長袖着たりとかマス,マスクしたりとマスクしたりとかねメガネしたりとかするんだけどそういうのしてないんだよねまあそれは自己責任なんだけど そういうふうにして直接浴びるんだよ農家の人ってだからこれはねの毒性が消える前に浴びちゃってるから危険なのね消費者の人よりも農薬を使ってる農家さんの方が命の危険にさらされているというそういうのが現状なのねだけどそれは農家も分かってるんだけど自分の体危険だって分かってるんだよ分かってるんだけどだけど結局形のいいものしか売れないと。 まあ、それを消費者のせいにするけども消費者のせいじゃないんだよ消費者は少し形悪くたって買ってくれるのよ俺が話してる販売したりしてる間で話聞けばね多少ちょっとぐらいいいよって一番の問題は流通の下地なんだよねこの箱にねこの大きさで虫がいないやつをね農協がそういうやつを要求してそういうふうに箱にぴったり入っていれば計算しやすい市場の下地も計算しやすいとかっていう流通の都合で そういうふうになってるんだけど、まあ、それに応えるために農薬を使って誰が損してるかっていうと一番損してるのは農家自身体が悪くなってるとでこれを教えてくれた農家さんの話だとそこの農村の話だとえっ、ー、とね若い夫婦に子供ができなかったんだってその村のねでみんなで調べたんだって病院行ってそしたら男の人の精子の量がすごく減ってたと。 でこれはけん科学的に研究して研究者がね学者がね結論出した話ではないけれどもその農家さんの直感体感的な話でいくとまあ農薬が原因だろうってまあ多分俺が持ってる知識で言うと、えー、農薬の中にホルモン剤とかあるからその影響だと思うんだよねホルモンの乱れねただこれはもう俺はねはっきりとしたデータは言えないけどもおそ、まあ、らく農薬の関係だろうね でそしてそれを教えてくれた農家さん奥さん、えー、心臓病で亡くなりました大動脈が破裂して心臓のところねでまあ即死だよねほぼ即死だよね苦しかったと思うけど少しは意識あるからで亡くなりましたでその旦那さんまだ生きてるんだけどお世話になってるんだけどまだまたこれもペースメーカー入ってて心臓悪いです体中あちこち悪いってなんかねうーん そういうい症状を見るとやっぱり農薬って体に悪いなっていうのが農家自身の結論、あの体感のね,意見だ,よね,農家のねだけど使わないと農協は買ってくれない周りの農家の半分の量にすると、ね、減らすとやっぱ虫出て農協にはほぼ下ろせないと1割ぐらいしか下ろせないような野菜しかできないじゃあ使うがつと自分の体がきついっていう状況なのね だからこの状況を、ね、変えるにはねあの、まあ、消費者はやっぱ声を上げなきゃダメなんだろうけれどもままままあ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 、まあ、消費者の人の背にするのは筋じゃないしうんどうやって変えればいいんだろうっていうのがわからないんだけどまあ、とりあえずね今回こ,れはこれを変える変えないはまあまあ、だ別の問題でとりあえず結論とすれば消費者の方は農薬の心配はしなくていいと俺は思います。俺もしてない普通に スーパーで売ってる農薬使った野菜買って食べてます。問題ない。と俺は思ってやってる。でしかも結構市場にね、青森 <coughs> <coughs> から宮崎だったかな、どこだかにさ、えー、野菜持てたのね。そしたらそこで農薬残留農薬多いからって返されたっていう話結構聞くのね。だから、そういう検査をした上で野菜がさばかれて、スーパーに並んでるんで、まあね、心配はしなくていいと俺は思います。むしろ、 危ないもの、危ないところっていうのがあるんだけど、それ市場を通さない、検査をしないで野菜が販売できる場所っていうのがあって、そこが危険なんだけども、まあそれはまた別の動画で。とりあえず、スーパーの野菜はそこまで農薬の心配はしなくていいです。むしろ肥料の心配をしてくださいというお話です。またね、いっぱい情報出していくんで諦めないよ。どこまでもね、 やっぱり消費者の人のためになるような情報を出していかなきゃダメで都合の悪いところを隠して都合のいいところだけ出すっていうこれが農業の今のねありがたあり方なんだけどやっぱ納得いかないからやっぱこうやって情報出していくんでまたねお願いします